始まりました。これね、ブラックカレー期間限定ハウス中辛カレーですね。これうまみワトン、これは剥きにくいな。あ、大丈夫そうですね。なんかすごいのがあったもんね。そっか、水にさらしとくんだっけ。よいしょ。やべえ。これね、お漬物の人参。もう少し切ろうか。もう年を取っちゃってるからね。消化吸収能力が衰えちゃってるから。来月のね、13日にね、まあ、20年ぶりの健康診断があるんですよ。いろんなところで指摘されそうだね。なんか大変だよね。はい、きれいに洗ってブラックカレー加熱編です。はい、なんだこれ。バター使おうか、もったいないか。操作部が押された状態になっています。あ、そうだね、今押された状態にしちゃったね。すぐ離さなくちゃいけない。あれ？玉ねぎが入った。よいしょ。
ぐらいでいいか。換気扇の音かな。これもね、まあ、フィルターは掃除してるんだけど、向こうのファンっていうかな、回る部分のお掃除してないからね。じゃあしばらく煮ますからね。あ、少なくなったお湯が。お湯が少なくなってる。あら、まあ、ああ、びっくりした。これさ、白く濁ってるのはさ、灰じゃないんですよ。じゃがいもが溶けてるんです。でんぷんです。あー、びっくりした。で、切りますよ。でもちょっと気になるな。よいしょ。ブラックカレー。お、これはタイミング、ご飯が炊けましたという合図ですね。なんかブラックカレーって言ってもあれだね、デミグラスソースの、まあ、ハッシュドビーフっていうかハヤシライスみたいになってるね。溶けたかな。では再び、今度はね弱火でね15分くらい。え、15分？違うよね。あ、弱火で10分だって。時々かき混ぜながらだって。今ちょうど10時を2分くらい過ぎたとこだから、まあ10分くらいでいいのかな。それじゃあ盛り付けますね。またね、お米も買わなくちゃいけないんですよ。無洗米なんですけどね。どうでしょうね。こちらです。ブラックカレー。これね、一度作るとね、たくさんあるからね、いっぱいかけないとダメなんですよ。
本当はこのぐらいでいいんだろうけど。少しでも減らしとかないと。いや、まあ、お腹に優しい赤でこの牛乳も長いですよね。まあ乳糖不耐症っていうか、これはほうじ茶です。はい、ハウス期間限定ブラックカレーです。中辛。確かに中辛だ。なるほどね。うん、美味しいですね。ブラックカレーっていうのは人生で初めてかな。うちはね、カレーっていうとね、必ずバーモントだったんですよ。やっぱりコマーシャルなんだね。
はい、今回もね、まあ、初めてのブラックカレーということで大変美味しくできました。皆さんもね、まあ、お店で見かけたら試しに作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。